歌の方は大丈夫かないつもより高音も綺麗に出せてる感じがする。やっぱり、課題は演技だよね。よし。もう一度頭から通してみよう。まずは、リオと初めて話すシーン。 えっと、歌を褒めてくれてありがとう。歌うことは大好きなの。だって、私にとって歌は、言葉と同じだから。ううん。言葉より、もっと大切なものかも。私は話すのが下手だし。やっぱり、 なんか違う。三十周年記念公演の稽古が始まってから、もう結構経つ。<noise> 二人の演技を見て、私もやらなくちゃって。できることは全部しなくちゃって思って。司がやってたみたいに、私も自分の役。臆病なカナリアになるために、いろんな練習をした。 公園で木に止まってる鳥を見てみたり、気持ちを考えて歌ってみたり、おかげで、稽古が始まったばっかりの時よりは、役を自分の中に落とし込めた感じがする。でも、私はまだ、あんな風に演じられる気がしない。あんな風に、見てる人に、この役は本当に生きてるんだって。 って思わせられるようにはだからって落ち込んでてもしょうがないよね明日からは本格的に臆病なカナリアが活躍するシーンの稽古が始まる本当はそれまでに自分が納得できるくらいには役を掴んでおきたかったけど今の私じゃまだまだだ だから、明日からは、稽古を通して、役作りのヒントを探していこう。それで、本番までには、必ず、必ず私も、完璧な臆病なカナリアになってみせる。あの二人に、並べるくらいの、 また見失ったこのままじゃフェニックスを捕まえるどころか追いつくことさえできないよ、はあ、あいつみたいに僕にも翼があったらなあれ向こうの木の上に何かいるあれって。 こ,こからだリオが初めてカナリアの歌を聴くしナネちゃんどんな風に歌うんだろう楽しみだなこの時のカナリアはリオがいることに気づいてないだから好きなように歌うんだ自分の気の向くまま楽しくそれで その素直な歌がリオの心に響くああとっても綺麗な声本物の小鳥さんみたいああカナリアというやつにふさわしい澄んだ歌声だね 役のことを分析した甲斐があったみたいだ <laughs> この歌あの鳥が歌ってるのかな <laughs> 綺麗だなもっと近くで聴きたいな何誰かいるの ごめんよ驚かせて僕はただく来ないであごごめんなさいでもお願いあっちへ行って人間は嫌いなの私をいじめるから はい。ありがとうございます。今の司の演技、私は臨場感があってすごくいいと思ったのに、それでも言われることがあるんだ。だったら私は、どれだけ指摘されなきゃいけないことがあるんだろう。冒頭の歌は練習通りうまくやれたけど、演技の部分は、 本当ですかはありがとうございます 浮いてる私の歌があどういうこと歌が浮いてるって。